清澄庭園にある古池屋の区比。道区には他にも全国に多数の区比がある。古池屋買わず飛び込む水の音は松尾芭蕉のホック。芭蕉が昇風徘徊を確立した区とされており、芭蕉の作品中で最も知られているだけでなく、すでに江戸時代から俳句の代名詞として広く知られていた区である。季語は買わず。古い池に、 河津が飛び込む音が聞こえてきたという単純な形を読んだ句であり、一見平凡な事物に上司を生み出すことによって、和歌や蓮が、またそれまでの徘徊の方にはまった上司から一線を隠したものである。場所が一時傾倒していた前の影響も伺えるが、あまりに広く知られた句であるため、講述するように深淵な解釈や伝説も生んだ。 書出は1686年うるう3月観光の川津愛であり、ついで同年8月に馬蕉七部集の一、春の日に収録された。川津愛の弊社は馬蕉の門人の戦火で川津を題材にした九号24番に出された四十六に追加の一句を入れて編まれており、馬蕉の古池屋はこの中で最高の置を占めている。この時の九号は合議による 衆議反省で行われ、選果を中心に参加者の共同作業で反視が行われたようである。一般に発表を期した、俳句作品は成立後日を置かず、徘徊選集に収録されると考えられるため、成立年は状況3年と見るのが定説である。なお、同年生3月下旬に、伊原西閣門の再議によって編まれた、伊予桜に、 古池や河津とべんだる水の音の形では小の句が出ており、これが発案の形であると思われる。とベンダるは断ン,ン風の軽快な文体であり、断ン,ン派の理解を得られやすい形である。河津愛干末の戦果の言葉によれば、この句号は深川が小案で行われたものであり、古池やの句がその時に作られたものなのか、それともこの句が、 きっかけとなって苦号が行われたのか不明な点もあるが、いずれにしろこの前後にまず仲間内の評判を取ったと考えられる。古池は、おそらく元は、門人のサンプルが川を離して、池すとしていた場所を案の傍らの池であろう。1700年の赤月山衆のように、山吹や川ず飛び込む、水の音の形で伝えている書もあるが、山吹や遠いたのは、門人の企画である。 場所ははじめ、川津飛び込む水の音を提示して、上郷を門人たちに考えさせておき、企画が山吹やと置いたのを受けて古池やと定めた。場所は、和歌的な伝統を持つ山吹という五文字は風流にして華やかなれど、古池という五文字は質素にして実るなり、山吹の嬉しき五文字を捨ててただ古池と、成したまえる心こそ、朝からぬとした。 河津とベンダルのような範囲の強調を知りけ、自然の感弱を見出したところにこの句が成立したので、ある。なお、和歌やレンガの歴史においてはそれまで河津を読んだものは、極めて少なく、読まれる場合にもその鳴き声に着目するのが常であった。徘徊においては、飛ぶことに着目した例はあるが、飛び込んだ河津、並びに飛び込む音に着目したのはそれ以前に、 例のない場所の発明である。この句が有名になったのは、場所自身が不易流行の句として自負していたということもあるが、場所の業績を伝えるのにことあるごとにこの句を、商用した文人思考によるところが大きい。思考は1719年に表した徘徊十論の中でこの句を、情は全くなきに似たれども、寂しき風情をその中に含める風雅の余とはこの言いなりとして、 福の中に余剰としての寂しさを見ており、この見方が一般的な見方として現代まで継承されていると思われる。ただし、場所の同時代には必ずしも他の廃人の理解が得られていたわけではなく、例えば前述の赤月山州では山吹屋を古池屋に変えるとホックにはならないとしている。また、善味のある工夫から場所を古池誠伝に見られるように、 場所がその禅の師である仏頂を訪れて禅問答を行い、そこでクソを得たというような伝説も流布した。俳句の近代化を推進した正岡子規式は古池ノの句の弁においてこの種の神秘化をはっきりと否定し古池屋の句の再評価を行っている。この文章は古池屋の句がなぜこうまで広く人々に知られるようになったのかと質問した客人に対して 主人がその説明をするという体で書かれており、俳句の歴史を紐解きながら、上述したように、河津が水に飛び込むという、ありふれた事象に妙味を見出すことによって、徘徊の歴史に一線を隠したのだということを明確にしている。また式はこの句の重要性はあくまで俳句の歴史を切り開いたところにあり、この句が場所第一の書くというわけではないということも、記している。 山本健吉は、場所を、その干渉と、批評において、上語を山吹やとした場合には、視覚的なイメージを並列する、取り合わせの句となるのに対し、古いケアは、直感的把握、ないし聴覚的想像力を働かせたものであり、買わず飛び込む以下とより意識の真相において、結びつき意味を重層化させているのだとしている。そしてこの句が、 笑いを本願とする徘徊したちの心の盲点を的確についたものであり、芭蕉にとってよりも人々にとって海岸の意味を持ったのだとし、また我々が誰しも幼い頃から何らかの機会にこの句を聞かされている現在、我々の俳句についての理解はすべて古い木の句の理解に始まると言って良いと評している。大林、安弘のなぜ芭蕉は思考の俳人なのか 2014年によると、古池は、古井戸の養蜂のごとく、忘れ去られた池であり、死の世界であるはずである。河津飛び込む、水の音は、生の営みであり、動きがある。河津を出しておきながら、声を出していない。音は優雅の世界ではない。ここでは優雅でなく、詫び、錆びの世界である。古池という死の世界になりかねないものに、 蛙を飛び込ませることによって生命を吹き込んだのである。それでこそわび、錆びが生じたと述べている。ありがとうございます。